アップルタワーズ仙台は、宮城県仙台市若林区五郷における、アパグループによる、再開発地区である。仙台市都心部南側に位置する、五橋地区において、日本タバコ産業仙台支店跡地に建設された、ホテル1棟マンション3棟、駐車場棟1棟の、計5棟の建物からなるプロジェクトであり、前提天然温泉付きホテルレジデンスを、謳っている。 高速バスの仙台福島線や仙台山形線の増便、運賃値下げ競争に代表される仙台発着の東北地方の陸上交通の再編による仙台経済圏の拡大、アクセス30分構想やオムニバスタウン事業などによる仙台都市圏の交通の利便性向上などを背景に仙台では2002年度を景気の底として IT 不況からの回復傾向になっていたところ、2004年のプロ野球再編問題で仙台が注目されるようになり、不動産証券化や J リートにより活性化しつつあった東京や外国の資本が仙台に次々流入してレッドバブルが発生、さらには仙台宮城デスティネーションキャンペーンに向けた投資が活発化していざミみ景気が仙台に 本格的に到来する仙台プチバブルと言われる後継機となった。当プロジェクトはそのレッドバブルの先駆けとして知られる。当初は約500室規模のホテルと約700定のマンションとなる大規模都市開発に着手するとプレスリリースで発表されていたため現在よりも高い高層ビルが建設されると見られた。しかし仙台市環境影響評価条例に基づく 環境アセスメントを行うと投資額の早期回収ができないため、仙台での他の高層ビル建設でも多く見られる環境アセスメントの必要がない高さでの開発となった。また、建設中に構造計算書偽造問題がアパグループの物件でも発覚したため、構造計算書や耐震性に問題がないとプロジェクトまで風評被害を受けることになった。 2006年7月5日、着工。2008年2月20日に開業。外区北側に位置する。20階建て、客室数は610室。1階にファミリーマート、2階にレストランを併設する。また、大浴場には、敷地地下800メートルから流出した温泉を配慮している。2008年10月28日完成。外区の南西に位置する。 地上30階建て288個の免震高層マンション。1階には共用スペースとして和室、ドルビーアトモスに対応したシアタールームがあるほか、21.22階にはゲストルーム、屋上には緊急救助用のヘリポートがある。外区の南東に位置する。地上18階建て98個の中層マンション。共用スペースとしてパーティールームがある。 外区の中央西側に位置する。地上19階建て66個の賃貸マンション。低層部分は機械式駐車場となっている。外区中央東側に位置する。自走式駐車場旨。5階建て6層構造となっており、ブローディアタワーアベリアタワー両マンションのための施設となっている。周辺地域は、 大手ディベロッパーの高層マンションが多数林立している。ありがとうございます。